あら会長、私のことを誘いましたか？お前は俺とこの映画を見に行きたいのか？絶対に負けられない、篠宮だけには。必ずあなたに言わせてみせる。私から聞いてくるのを待っているのでしょうが、全くの無駄です。そんな高級なものを譲られても返せるものがない。タコさん、ウィンナーでいいのに。神谷さん、頭大丈夫？可愛い風を装い油断させたところ、ザクです。すかさず私の水着で会長を脳殺。こう壁ターンと名付けた。かわいい。にゃー、おかわ。本気でやらせてもらうぞ。見せるなら、やっぱかっこいいところだろ。あの子、私が育てたんですよ。こんにちさんぽー。こんにちさんぽーだし、私と石神くんだけで。いやです、怖いです。会長、石神くん来てますか？バイトしようぜ。石神、こんなですよ。後ろ後ろ。石神、わたあめ、射的、打ち上げ花火。走り抜け。何を考えているんだ。地上なのか。私は違いますからね。飛ばすぞ。毎日見てるとどんどん好きになっていっちゃうもの。君と私、かぐや様が真実の恋に落ちた時も今のように告白されるのを待ちますか？だったら俺がお前に告白。会長、篠宮。藤原さんはいい子ね。ずっと友達よ。半分借りるってのはどうだ。一緒に寝よう。照れてるんですか、おかわいいこと。食べてください。冗談じゃない、篠宮が食え。お返しです。私も見たかった。だったら俺が見せてやる。篠宮に花火を見せるんだよ。間に合え。心臓の音がうるさくて、もう花火の音は聞こえない。連れ出して、俺と篠宮が結婚。プレゼントは私。綾坂、この漫画がもう泣けて泣けて。漫画で泣くわけ。めっちゃ恋したいわ。ソーラン、ソーラン、なんて素敵なソーラン節。横顔、会長に似てるな。かぐや様にとって強力な武器になるでしょう。選挙活動を通して生徒たちに伝えたい。藤原先輩が副会長になっていただけませんか。いかに気持ち悪くないパンチリクエストをするか。会長のやりち、おたくらのパーティーが好きなんだ。けどもの、試しに私と付き合ってみない。石神くん、本当はいい人だったんだね。うわ、嬉しい。なんだこれ、なんだこの気持ち。会長はかぐやさんのこと好きなんですか。お前がそう来るなら徹底的にやってやる。ジャパニーズかわいい。篠宮は俺のことどう思っている。なんだこの雰囲気は。俺が今から告白でもするっていう空気じゃないか。各々が胸に抱いた等身大の愛、それこそが本物の愛だってなぜ気づかないんですか。会長、生徒会室までご一緒しても。大事なのは目をそらさないことだ。よく見たらめっちゃ怖いわこれ。愛する女が困っていたら何としても守ってやるのが男だ。そういう男になれ。次シルニアのベーン。2回いただきますね。俺なら絶対かぐやを手放したりしないのに。月まで行って奪い返す。もう無理。
今なら歌えるぞ。ヤキ君、歌って。でもイラつくんすよ。頑張ってる奴が笑われるのは。今こそ空気のある羞恥心というイメージ改革が求められているので。ニコちゃん、よかったよ。メアド教えてよ。連絡事項だけメールするからさ。アンカーがハチマキしてなきゃ閉まらんだろう。見える景色が少しだけ変わったんです。会長には感謝しているんです。どうも、みゆきパパです。こんなのはおかしいよな。おかしいのはあなたよ。よく耐えたな。お前はおかしくなんてない。全部あんたのせいだ。うるせえバーカ。見ようとしてなかったのは僕だ。ちゃんと見るだけでこんなに風景は変わるのか。あの笑顔こそ石神くんが守ったものなんでしょう。白金くんと篠宮さんのツーショットが撮りたい。写真ごときで何を泣いてるの。かえって前よりいっぱいになってしまいました。更新祭でハートの贈り物をすると永遠の愛がもたらされると言われているの。篠宮は既読を知らないのか。もしかして俺のことを。みんな君にメロメロだよ。メロメロじゃねえよバカ。今時ハートのネックレスで喜ぶ女なんて嬉しい。火曜日はイチゴの花。イチゴの花どうすか。規則が悪いって言ってるでしょ。帰りますね。真面目な顔しておかしなこと言わないでください。なんか趣旨ずれてきてない。石神のいいところはね。何一つ思い浮かばない。万作尽きたよもう。そんなのでどんな思いが伝わると言うんだ。早坂、好きになったら速攻告白すべきなんですよ。向こうから告ってくるのを待つなんて体のいい逃げだ。告白なんて怖くてできない。わかる。私が人を殺すわけねえだろ。ブクラッサー、どっちガナドラゴンスタイル。スケン間違いない。これは恋の味だ。タビアちゃん超おもろい。非日常感すごい。何出てきちゃうの。大丈夫か。マイプリンス、俺と付き合えるか試しに考えてみてくれ。死んだ方がマシ。私は白金みゆきが好き。家が金持ちだとか生まれつき才能があるとか関係ない。動くべき時に動けるか、それができる人間は綺麗だ。人は演じないと愛してもらえない。君は見せられるの。弱さを全て隠さない本当の白金みゆきを。ぜひ君の見識を活用させてほしい。私が言ったら教えてくれる。私の好きな人はかぐや様の好きな人のお父さん。何それ、お金払えるくらい面白いじゃない。悔しいに決まってますよ。ちょっと頑張ればいい点取れるかっこいい自分を期待してましたよ。かぐやさん、藤原さんなんで俺はこんなこともできないんだって話だよ。自分のダメさを認めたくなくてあがいてる。会長の謎がまた一つ解けました。怖いの好きって聞いてよかったな。うん、行く行く。似てるのよ、私たちは姉妹みたいなものなんですから。仕方ないから手をつないであげてもいいわよ。今日だけよ。僕はツバメ先輩の特別な何かにならなくちゃいけないんです。いいわ、すぐにでも告りましょう。今行くわ。優しくて誠実でよくわかってるじゃない。これもらってくれますか。僕の気持ちで気持ちで気持ちで。こんな日がずっと続けばいいのに。俺は1年飛び級で海外に留学する。今日会長に好きだって言う。告白すればいいんでしょ。なんで会長は表情一つ変えずにいられるんですか。ずるい。咲いたらまた見に来ようよ。はい。まだ私
答えを決めかねてる。もう少しだけ時間が欲しいの。僕はツバメ先輩に愛を送ったことになる。てれる。すべての謎は解かれるために存在する。私はただ謎という鍵穴をほんの少し回しただけです。前に進もうとする会長が好きなのよ。海外に行かないでなんて絶対言えないでしょ。さあ勝負だ篠宮。みんな笑顔だ。嬉しいね石神。だから私は告らせたい。あなたが告白してくれば成功率 100% なのは間違いないのに。これが俺の気持ちだ。スタンフォードを受けろ篠宮。俺と一緒にアメリカに来い。また勝負だな篠宮。はい会長。